あ,のある番組であのダウンタウンの浜田さんと共演したときに言われちゃって浜田さんに嘘つけないなと思いましたし <laughs> <laughs> 普通にそのお父さんとかお兄ちゃんとかその家族が入ってる事務所に入った方が楽そうあそれは甘えだなと思いますし甘えなんの自分の、あのー、私自身父の名前出したのって を出したのって事務所入って数年経ってからメディアに出したんですよ入る前は言ってなくてそうな,そうなんですよ結構これあのこうやって思われるんですけどそうじゃなくて<ー>自分の事務所入る時は自分の実力だけで入りたいと思って入ったのでその時は<ー>あのそういうの一切なしで言ったので,で<も>の事務所として,は言,て,てとは言った方がなんか仕事増えるから絶対言った方がいいよねってなるじゃないですかそうですねそうなりましたやっぱ最初ってあのー 言った方がお金になるし、そうだよねってなってて、でも私はちょっとできるだけやらずに言いたいですって言ってたんですけど、あの、うん、<laughs> ある番組で、あの、<laughs> ダウンタウンの浜田さんと共演した時に、まだ言ってない時に共演した時に、あの、<laughs> 岡田の娘やんねって言われて、はい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 。あの、<laughs> 言われちゃって、あの、そうですっていうのが、 あの、カットせずに放送したことによって広まってったんですよ、どんどん。はあ、まあ、カットしづらいですしね、嘘って感じ。そう,う,う、カットしづらいし、あ,<ー>あの、カットするのも失礼だなと思って、あの、岡田の娘ですっていうのを言ってから、いろんな人が、こう、わーって、あの、知 <laughs> ってくださって、そこからもう、じゃあもう自分の実力とかも試す前だったけど、<ー>そうやって言ってもらえるならありがたいと思って、 あのいうようになりましたあそこで嘘つこうとかそのなんか答えを濁すとかっていうのが考えなかったんですかなんか私ちっちゃい頃から親に嘘つく人間にだけはなるなって言われてて本、うん、あのなんかこう生きていく上に嘘って大事な時もあるんだろうけど嘘はつくなってずっとお母さんが厳しくてなんかその時に嘘つつけなくてなんか 違いますっていうのも違うしあのなんか失礼に当たるなぁと思ったら嘘つけなくて言っちゃいましたまあ確かにごまかすのも難しいですよね直球で聞かれたらそう浜田さんに嘘つけないなと思いましたし結果としてじゃあ隠そうと思ったけど <laughs> で実際隠す前と隠すあとでやっぱ周りってその変,変わりますねやっぱりあのうん,うん切ない こともあったんですけど、やっぱり言った方がお仕事もありがたいことにもらえますし、やっぱそこっやっぱうんんなんだろう。面白いネタにはなるじゃないですか。どんなに大きくてもちっちゃくてもだから、それがうんいいことによってどんどん仕事が回って今に至ってるのでうんありがたいですね。